サッカーを始めたのは、4歳5歳ぐらいです。はい、兄がやってたのがきっかけですね。はい、子供時代はもうずっと外でボール蹴ってました。全部かな。全部って。いやでも子供の時はあんま試合っていう印象よりもなんか日々の練習の方が面白い、うん、練習というかボール蹴ってる方が楽しかったっていう印象ですね。あーでもやり続けることですかね。ずっとなんかいろんなことはあると思うんですけど、悔しかったり嬉しかったり苦しかったりあると思うけど、うん、自分がなりたいとかやりたいことに向かって一喜一憂せずにやり続けることですかね。まあ皆さんいろんな夢があると思うから本当に諦めずにやり続けること、それで違うことも見えてくると思うので、ただただやり続けてほしいです。自分の好きなことを。はい。